はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラルはね、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。まあ、とりあえず、箱開けて、またね、箱いっぱいになるまで、やっていこうかな、という感じですね。さあ、箱の中身、とりあえず、なんかいいの出ないかな、ということで、引いていってみましょう。まずは、雪玉、ゴブリンの小屋。さあ、そして、最後はファイヤーボールと、ザップですね。まあ、ザップは使ってるのでありがたいかな。で、さらにこちらにも何かあるみたいなんで、まあ、ちょっと見ていくと、ゴールドですね。1500もらえる。OK。じゃあやっていきましょう。いきます。さて、おっと、あー、これはどうするか。無視もできんか。無視もできんので、まあちょっとね、打ち抜いて、まあ前にペッカ出していこうか。で、一応ザップを構えておく。あー、インフェルノタワー。おーっと、あーでも入ったね。オッケー、よし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 、いいぞいいぞ。反対側も攻めましょう。そしてペッカも刺さる。諦めたな、これは。諦めたっぽい。やったぜオッケーオッケー。大盛りゴールド。お、大盛りは嬉しいんじゃない。ほい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 。で、デイリーのやつも受け取る。そしてなんか箱がもらえるんだったら開けときましょう。はい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 。エメラルド入ってて、ロケット砲士、迫撃砲。お、ゴブリンバレル。35枚か。結構溜まってきたか ?34。なるほどねと。さて、じゃあ次行きましょう。さてさて、もういきなりペッカ置いちゃうか。まあこれね、あんまりあんまりやらん方がいいような気もするんだけどね。おっと、プッチョの人、ビリビリ出しとくか。プッチョの人ビリビリ、ザップ。あー、ザップで死なない。レベル12。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ペカさん、ペカさん。結構削られた。まあ、ただ14。さすがレベル14か。あー、でもちょっと無理無理無理。それは無理。それは無理でした。はい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 。うおー、あー、ちょっと待って、何何今の動き、不規則な、なんか不規則な動きしてきた。これ後ろから弓つけて、違う、あいつがいる。あー、ちょっと使うか、やっぱり届かない届かない。そうですか。ちょっと痛いね。あー、ちょっと待って、溢れてる溢れてる溢れてるはもったいない。しまった、ベビドラ添えようか。で、そこはザップしとく。うわー、ちょっと待って、まだいるのかよ。頼む、ベビーベビーベビー頼む、ベビー、ニューン。あー、届かない。あー、ちょっと届かないとか言ってる場合じゃないよ。さて、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、それはそれは困る。まあ、ビリビリおじさん、ビリビリおじさん。あー、ちょっと待って、
待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジでマジでちょっと待って、マジでちょっと待って、それはもうどうしていいかわからん。突っ込め突っ込め突っ込め、突っ込め、よし、オッケー、もうもうもう守る守る、よし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 、あぶねー、ちょっとレベル12のガーゴイル大量、あれが怖いね。なんとかゴリ押しで勝てましたけど、ちょっと怖かったね。お、宝箱開けましょう。お、なんだこれ、え、なにこれ、おー、スケルトンキングチャンピオン、これはね、多分俺がやってなかった時期のものか。はい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 。そしてこっちの箱も開けましょう。まあでもなんか相手が使ってきてた節はあるので、まあそんな感じのやつですね。スーパーレアのワイルドカードもゲット。なるほどなるほど。やりよったな。最初のチャンピオンをついにアンロックしたぞ。チャンピオンはバトル中に強力なスキルを発動できる特別なカードじゃ。ただし各デッキに組み込めるチャンピオンは1体だけ、よく考えて選ぶが良い。なるほど。宝箱を開けてどんどんチャンピオンを集めよう。ロイヤルワイルド宝箱からは必ずチャンピオンを入手できるぞと。なるほどね。まあ、要するにあれか。ハイソルの初期のチャンピオン剣玉と一緒か。一枚しか編成できないよっていう、そういうことみたいですね。どこにいんの？いた。なるほど。スケルトン、キング。スケルトン、キング。これか。ソウルコール。倒れた者たちの魂は常味方として蘇らせる。クールダウン20秒。スケルトンの最小数6、最大数16、スケルトンのレベル11。だからこれは4コストで本体を召喚して、2コスト使って骨を出せるよって感じか。なるほど。なんか見たな。なんか見たけど、ああ、こんなのもいるんだ、みたいなことを言った気はする。そうだね。この状態で多分上のゲージに応じて骨が出てくると、そういうことだね。まあ、2コストで16体小骨出せる余地があるのであれば、確かに強いのは強いんだろうということですね。その風貌はまさに黄泉の国の王。思ったことをストレートに言ってしまう性格のせいで、孤独を感じることもありますが、ピンチとあらば冥界の友が戦場に駆けつけてくれます。骸骨にも心があるのですね、と。なるほどね。これ入れる余地あるか？自分の今使ってるやつに。4コスト。まあでもビリビリおじさん、ベビドラ、まあベビドラとチェンジ？でも空中に対して弱くなっちゃうか。まあとりあえず保留かな。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。さて。まあでもね、あれなんだよね。俺の今のデッキの状態だと、まあ、やっぱ一番レベル高いやつを使っていくっていう方が、あれ、ちょっと待って。そっち、構わず来たね。構わず来られるとちょっと困るかも。お、でも弓、あー、ちょっと待って。落ちるんかい。落ちるのかよ。あっちも落ちた。あっちも落ちた。ただこ、ちょっと待って。よくなかったな、今のは。一旦立て直すか。お、2600まで削った。まあ、これならやれるかな。これならやれるでしょう。これならやれるはず。うわー、ちょっと待って、困る。うむ、まあ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 、これはね、立て直せる。これはペッカでやり直せる。
オッケー。これは相手に応じてベビドラかビリビリ出すか、もしくは隙をついて反対側丸太で突っ込むか。これベビドラにベビドラとりあえず当てとくか。弓矢の人がやられちゃうけど、あーダメだった。ちょっと待って、ちょっと今のは良くない。もう一回ペッカで受け止める。はい、なんか喜んでるけど、ちょっと待って、まだ大丈夫でしょ。はい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 、まあ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 、むしろファイヤーボール使ってくれたおかげで、まあ突っ込むか、突っ込みましょう。いや、ラムライダー無視、ラムライダーは無視。いけいけいけ、ラムライダーは無視よ。ラムライダーは無視して突っ込む突っ込む。あーでもちょっと待って、まずい。ははちょっと待って、やばい。判断ミス。これはちょっと、いや慎重にあれか、もう一本降りに行くべきだったな。やられた。いやー、ちょもうちょっと慎重にいかんとダメだね。雑になるわ。さあ次行ってみよう。まあ、これが私のメイン武器ですってことでね、見せていきましょう。これはいや結構食らうな、結構食らうな、結構食らうけど、さあよし、オッケー、さあ食らえ食らえ、もう一発、よしオッケー、落とせた。さあさらにお本体一発入る、もう一発入る、よし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 、オッケー、これはいけそうだね。さあまあちょっとビリビリさせておいて、いいよいいよ、1本あげる、今度こそちゃんと降り切る、1本あげて降り切る。よしオッケー、こういうことよ。さあこれで3個とりあえず集まりましたね。さらにデイリーが開く。お、レアだって、レアレア、あ3段階ランクアップする機会があるってことか。今の分かってなかったわ、その辺。じゃあ宝箱とりあえず埋まるまでってことで、次買ったら終わりましょう。さあ、お、なんか相手のお城クリスマスっぽいね。行きましょうか。お泣いた。ははしておきますか。さて、これは後ろから呪文じゃない、マジックアーチャー、ベビドラ、この辺を添えて突っ込みましょう。あれーっと、うわー、ペッカ届くか、ペッカ届く、オッケー届いた。あーこれしょうがない、ちょっと
食らっておこう。食らっておこうじゃない。こいつで受け止めておこう。よし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 。オッケーオッケーオッケー。泣いてますが、行っちゃいましょう。二度目のペッカー。やめとこう。スタンプね、してくれる人にはスタンプ返したくなるんだが、何を返していいかちょっと迷っちゃった今。さあペッカの後ろからお化けつけて、ベビドラもつけようか。諦めた？諦めた？諦めたのであれば折ってしまいましょう。はい、ナイスファイト。パチパチしておきましょう。やったぜ。はい、ということで、まあ、今回はここまでにしておこうかな。一回やられちゃったから、5試合、ね、4勝1敗という感じですね。まあ、やっぱね、レベル14まで上がってる、メイン火力があると強いなという感じですね。で、ちょっと前までレベル12のペッカだった頃は、後ろからペッカ出すと、なんか反撃でやられちゃうこともあったんだけど、さすがにレベル14になってたら、ペッカをとにかく出す回数増やす方が勝率高そうなので、初手にペッカあったらガンガン後ろから出していこうかなと、思ってますという感じかな。うむ。まあ、この戦法でちょっとね、6戦までいけるんだったら行きたいね、ということですね。はい、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。